ガス溶接・溶断作業このイラストはアセチレンガスを使って鉄板を切断する作業です保護具を使うことはもちろんですが火花が出ますから周りに燃えるものを置かないでください昔はノズル部分の整備が悪かったものが結構ありました ノズルの火がホースを伝って、アセチレンボンベに入る逆微がありました。アセチレンの火はなかなか消えません。現在は逆微防止装置があり、安全になっていますが、事前に器具の点検は必ず行ってください。 安全のポイント一、作業員は資格を持っているか丸2圧力ゲージに異常はないか圧力調整器に異常はないか丸3ホースに穴はないか丸4ホースは専用器具によって確実に接続されているか丸5 ガスボンベは4 0度 c 以下に維持されているか。丸六ガスボンベは通風の良い場所に保管されているか。丸七ガスボンベを柿使用場所付近に置いていないか。丸八ガスボンベをロープなどで固定しているか。丸9、空道表示はあるか。丸1 防塵マスク。遮光メガネ。革手袋。安全靴を使用しているか。丸11、防衛シートを使用しているか。